東日本大震災の経験ノウハウを被災地に。岩手県が能登半島地震を受けての被災者の受け入れを表明したおとといの時点での受け入れ戸数が250戸。やはり教訓が生きているのか仕事が早い。 SNS ホームページ、被災地支援の職員を使い、使えるノウハウを発信していくと知事の年頭会見で表明。大変素晴らしいことであり、被災地と連絡を密にし、早い復旧復興支援になれば犠牲者も浮かばれる。仮設住宅の建設も始まるようだが、仮転居も早ければ早いほど避難者のストレスも少なくて済む。素晴らしいですね。うるせえやっから。宝ぼっちなのよ。ダボさんの独り言、未来のエネルギーは水素、再生可能エネルギーでなく節約、低燃費化、木質バイオマス発電やドリーム燃料だのと騒ぎ立て、方や何千億の投資、方や説明会間際のトンズラ、新しい価値を見出そうと躍起になるのはわかるが、開発者、発明者の話を鵜呑みにして投資、情報発信には恐れいる。それで詐欺だとわかると陰謀だ、もみ消されたなどと擁護し、誰も発信してないように静か、動画を削除する。怪しい話が出た時はそれなりの中立の立場で説明できる人に聞くべきで、今なら YouTuber で学者もいる。まあ皆で企んで詐欺されたらごしまいなのだが、水素だの再生可能エネルギーもそうだ。多大な電力、電気分解を使い二次的に作るエネルギー、燃料は低燃費でないのよ、ただのビジネスよ。太陽光発電のケーブルの盗難、全国ならいくらの損害よ。不届き者にお金配るのと同じだよね。すべて日本製の設備なら良いが、コストパフォーマンスなどといい、悪徳業者に施工させ補助金出し、ケーブル取られて何が発電よ。ダボさんの独り言、今回は以上になります。感謝しております。ありがとうございました。この風景は2022年北海道日本海側の風景になります。因果応報。旅はまだ続く。希望。